れさんです。サカポンです。はい、昨日本日もね無料10連引いていきたいと思います。そしてね、今回の無料10連新しい会社なんですけどね、まあ、前からね予告ありましたね。セカンドヘアスタイルガシャということでね、まあカードの詳細見ましょうね。まあまずは限定として、今はまだ七尾ゆり子来ております。こちら、ボーカル特化型センター効果プリンセスハーモニー、プリンセスタイプのボーカル値が 90% アップ。スキル頑張ったご褒美に、10秒ごとに 75% の確率で9秒間他のスキルスコア、コンボボーナスの効果量を 8% プラスとなっております。特にこんな感じ。今回の衣装からね新しい髪型にチェンジするってことでね、すごいよね。こっちが変更後の衣装あれなんですかね。ゆりこ編み込みですね。編み込みがすごい追加されてますね。パッと見、正直言ってパッと見ね、普通の髪型どんなんだったかなっていう感じやったんで分からなかったです。こっちは。でこっちはもうよく分かったんですけど、都会の空に舞うのは最上静香来ております。こちらね。ダンス特化型センター効果フェアリーステップ、フェアリータイプのダンス値が 90% アップ。スキル見える景色とはきっと同じ、10秒ごとに 75% の確率で9秒間他のスキルスコア、コンボボーナスの効果を 8% プラスとなっております。そこがこんな感じ。今回のね静かコミテですよね。いや普段ね静かってね、クールなイメージじゃないですか。大人なイメージなのに、ここに来て、ポニテっていうことでね、ちょっと幼さがね、本来の幼さ、年齢層の幼さが出たかなっていう感じがします。そして限定 SR、星の海、高く月、弥生来ております。こちらボーカル特化型、センター効果、エンジェルハーモニー、エンジェルタイプのボーカル値が 60% アップ。スキル、2人で見上げた星空、11秒ごとに 40% の確率で6秒間パーフェクトのスコアが 26% アップとなっております。とこんな感じ。もうしっとりって感じですね。そして新カードコレクション、そしてミリオンコレクション田中こと来ております。こちらダンス特化型プリンセスセンター効果プリンセステクニック、プリンセスタイプのスキル発動率が 20% アップ。スキル感動のクライマックス、11秒ごとに 35% の確率で4秒間グレートとグッドをパーフェクトにする。はい、まあコレクションですからね、背景が変わるって感じですね。いやね、ありがたい無料10連です。本日からね13日、あ、これが最本、あ、残りの無料期間はこれですね。ヘアセカンドヘアスタイルガチャ出ますね。行きましょう。運営さん、小鳥さん、じゃあいつもありがとうございます。このありがたい、ありがたい無料10連、本日もありがたく使っていただきます。嘘、ここで最高来たわ。嘘、びっくりした。しかもロード長かったよね、これ。期待していいのかな。え、何今の、今ひょっとして、え、あれがひょっとしてセカンドのあれちゃん。びっくりした。え、カナびっくりした。あの演出何、俺の予想が当たったら、来た来た来た。どっち
来たよっしゃ、初日からいい初日から、まあ、琴葉もそうだけど、この衣装、デザインがすごく素敵。プロデューサーが私に似合うからって選んでくれたんですよね。嬉しい。綺麗に着こなせるように気を引き締めないと。はい、そしてね、はい、来ました、初日から来ました。ということでね、明日もね、聞いていきたいと思います。では今日はこの辺で、はい、本日もですね、無料10連引いていきたいと思います。やっぱ本当に私ちょっと気づいてなかったけど、この衣装なんやけど、のヘアスタイルについて昨日ちょっとだけ言ったんやけど、カード詳細見て、あとで気づいたんやけど、今から俺特訓前と特訓後の衣装ちょっと髪型変わってますよね、今回の。まあこれが目玉ねんけど、髪型が変わるっていうの、ユリコ特訓前の方がセカンドヘアになってるんですよね、うん、それにちょっと気づかんかったんですけど、まあそれ言うたら、静かの方がすでに特訓前も特訓後もセカンドヘアになってるから、その違いもあったんやろかね、気づかまあ、ちょっとユリコには申し訳ないなっていう気持ちもあるんですけどね、そこまでちゃんと見とけば分かる、普段からちゃんとね意識してれば髪型のこと分かるんやけどね、なんか、まあこれちょっとデレステの影響もあるんやろね、デレステはちょくちょくね髪型変わるからね、このそこまでは意識できとったんやけど、ミリスタって基本変わらなかったからね今まで何言ったやろ、まあ、ということでね、準備しましょう、はい、運営さん、みさきちゃん、まとりちゃん、さあ、いつもありがとうございます。このありがたいありがたいテレビで本日もありがたいことを聞かせていただきます。よいしょ、行きましょう。表情が撮れました、カツイン、いやカメラマンさんの、はい、最低速度ですね、ちょっと飛ばします。今日も来てくれたことはでした、はい、こんな感じですね。
ということで明日も弾いていきます。では失礼いたします。はい、本日もですねミリスター無料10連弾いていきたいと思います。いやー、今日はひなたちゃんの誕生日でしたね。最初行きましょうまあそれだけです。何も喋ることに、いやーもうこうずっとね無料10連続くとその日その日に行くということってほとんどないんですよね。まあということで聞いていきましょう。本日7月の4日です。運営さん、みさきちゃん、ことちゃん、いつもありがとうございます。この姿やレイさん無料10連本日もありがとうご紹介していただきます。よし行きましょう。1、2、3、4、5。さあ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 、えい今楽しそうなところが撮れましたよ。はい、あ、エセヤ様ですね。ももこ先輩、たかね、エセヤ1枚目、つばさ、ジュリア、ラストエスリア、あ、玉木ですね。はい、ということで、まあ、今日はこんな感じでしたね。ということで、まあ、明日も行きたいと思います。それでは失礼いたします。はい、本日もですね無料10連引いていきたいと思います。本日7月5日ですね。いや、最近私自身ねついてるのかついてないのか分かんない状態ですもうね、今日はどんな結果になるでしょうかね。私ね、久しぶりに背中の痛めちゃったんですよね何やってんだろうっていう感じ。まあ、ということでね、まあ、無料10連聞いてきたら、そしたら今日ね、今日一応10連分プラスまた溜まったんで、石の方を使っていくと思います。ではね、まず10連目から、まあ、無料10連いきましょう。運営さん、小鳥さん、いつもありがとうございます。ありがたい。本日もありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。これは新たなきらめき、うわー確定だこれ確定きたー確定ビッグアップおお、さあさあさあ1枚目、はいということはロードハイゆりこでしたね。ゆりこ2枚目です。
でした。うわあ、ユン来たー思ったら、あー、そういうオチね。よくあるんですよ。よくある。よくある。ね、響き。やよいや、これ限定だったよね。何日もね、見てないとね、あの、よっしゃローズ入ったってことはこれチャンスじゃないですかね。行きましょう。おー、コンプリートしたかな。おー、この峰様、ちょクラム、よし、ロード入ったーってこと。この時点でもう確定でしょう。ということで、キャスよ、行ってみますよ。はい、静か、来たー。よし、やったー。限定静か、これで今回のエースガシャコンプリートです。この髪型の静かも新鮮。思ったより水泳生で見たらちょっと大人っぽいんですよね。この衣装髪型もなんかイラストで見た時はちょっと大人く見えてたんやけど、まさかの限定確定カットイン2連チャンでしたね、今日は。カナ、もうちょっとよ、頑張りましょう。私たちこんなところで負けたくない。ちょっと大丈夫？ふらついてるみたいだけど。カナナイス。何言ってんよ。ということでね、来ました。いやー、こういうことってあるんですよね。あるんだなって思いました。ということでね、本日の、いうことで明日も引いていきたいと思います。じゃ、失礼いたします。本日もね、無料10連引いていきたいと思います。でね、ちょっとね、これちょっと私のことなんですけど、ちょっと勝手ながらね、無料10連期間、まあ、13日まであるんですけど、
ともう動画もここでね、あ、しおちゃんお待ちください。期間ね、まだまだあるんですけども、もう今日でね、もうこの動画全体的に締めさせていただこうと思ってるんですよ。というのもね、まあ、私事なんですけど ね、この無料期間中の間なんですけど、のまあちょっと先になるんですけど、私ね、どうもごめんなさい、またか。よろしくね。ですね、私出張でね、この無料期間中にね、ちょっと仕事を出張行かなあかんことに なりそうなんですよ。で、この出張の期間中はね、ちょっとどうしても動画撮れない日が出てくるんですよね。だからまあそれもあって、で昨日ね、昨日のガシャでね、今回のガシャコンプリートしたから、もうあとはもうね、惰性で回すような感じになっちゃうことなんでね、ちょうどもう切りがいいからね、今日の無料10連でね、まあ動画一旦、締めさせていただこうと思ってます。中は全部まとめたかったんやけど、まあ、それやると中途半端になりそうやから、この技術は今回はね、まあこれでちょっと進めさせていただきたいと思います。いきます。文英さん、小鳥さん、美咲ちゃん、いつもありがとうございます。このありがたいありがたい無料充電、本日もさせていただきます。じゃあいきます。これ2日連続です。合計3連チャン。はい、どっちが来たんやろね。確定。いつあれ、あ、ゆり子です。ゆり子の方が聞きたくなりました。
ジュリアですね。はい、ということでね、最終、最終日じゃないんだけど、こんな感じですね。はい、動画としてはここで締めくくらせていただきたいと思います。まあ、まだまだ無料充電期間あるんで、皆さんお忘れずに引くようにしてください。ということでね、本日の動画これにて以上となります。もしよろしければね、チャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよって方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければね、そちらご覧ください。そして私、ほぼ毎日になります。時間は不定期となっております。夜の配信が多いです。ミラティブの方でね、生配信、ほぼ毎日、ゲーム実況生配信、やらせていただいております。今まで YouTuber で出していないね、ウマ娘とかもね、そちらの方で実況させていただいております。もしよろしければね、Twitter の方をフォローしていただくと、ミラティブの方の配信時、つぶやかせていただきます。もしよろしければね、ミラティブの方、見に来てください。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。ザカポンでした。